レーニア三栄の登山高度が人に与える影響はかなり大きい。地球の大気圏内では高知への移動などにより高度が上がるにつれ気圧や気温が低下し人の呼吸に必要な酸素を含む空気が希薄になるためである。ヘモグロビンの酸素飽和度は血液中の酸素の量を決定する。人体が海抜高度2100メートルに達すると 酸素で飽和したヘモグロビンの割合は急落し始める。しかし人体は短期的にも長期的にも高度に順応し、酸素の不足をある程度保障することができる。アスリートはこの順応を利用してパフォーマンスを向上させる。しかし順応には限度があり、登山家は8000メートルを超える高度をデスゾーンと呼び、ここでは人体は順応することができない。 時に地表の最高点を超える航空を飛行する航空機の操縦士や乗客は、余圧調整や酸素マスク着用、加温などにより、危害の過酷な環境から守られている。航空事故などで空気漏出が起きると操縦士が意識を失い、墜落につながることもある。人体は、気圧線13.25ヘクトパスカルの海面孔で、最も良いパフォーマンスを発揮する。 海面高での酸素濃度は20.9%で、酸素分圧は2 1 1 3 6キロパスカルである。健康な人は、この分圧で、ヘモグロビンが飽和し、赤血球中で酸素に結合した赤い色素となる。気圧は、高度に応じて、指数関数的に低下するが、酸素の割合は高度約 100km までほぼ一定であるため、ポニも、高度に応じて、 指数関数的に低下する。エベレスト登山のベースキャンプがある高度約5000メートルでは、ポニは約半分になり、エベレストの頂上がある高度8848メートルでは、ポニは、わずか3分の1になる。ポニが低下すると、人体は、高知順応の反応を示す。山岳医学では、大気中の酸素量の低下を反映して、高度を3つの領域に分類している。 これらの領域に行くことは、比較的穏やかな高山病から死に至る、可能性のある、高地排水種や高地脳腐種まで、医学的な問題を引き起こす。高度が高くなるほど、リスクも大きくなる。また、極高高度では、永続的な脳損傷のリスクも上がることが研究で、示されている。探検体の動向為は通常、このような症状に対処する際に用いる出来冷めたゾンを、 常に傾向している。高度5950メートルで2年間生存した記録があるが、これは定住に耐えられる極限の高度に近いと考えられている。基地の定住地の最高高度は5100メートルである。7500メートルを超える極高高度では睡眠が非常に難しくなり、食物の消化がほぼ不可能になり、 高地排水種や高地農夫種のリスクが大きく高まる。エベレストの山頂はデスゾーンである。登山家は酸素の量が人間の生命を維持できなくなる点以上の高度をデスゾーンと呼んでいる。この点は一般的には8000メートルとされる。デスゾーンという用語はスイスの医師エドアール・ビース・デュナンが1952年に表したザ・マウンテン・ワールドに由来する。 高知での登山家の死亡の多くは直接的にも間接的にもデスゾーンが影響している。デスゾーンでは人体は順応することができない。酸素の補給なしにデスゾーンに長期滞在することは身体機能の低下、意識の喪失、そして最終的には死につながる。南米ボリビアの高知病理学研究所の科学者はどちらもエベレストの頂上に近いポニーレベルである。 慢性高山病の低酸素症の患者と子宮内の胎児の観測からデスゾーンの存在を疑問視する。K2 の頂上はデスゾーンである。高度2500メートル以上には約1億4000万人が生活している。研究により、これらの人々、特にアンデス山脈とヒマラヤ山脈に住む人々は海面港に住む人々と異なった。 低酸素濃度への保障方法を持っていることが明らかとなった。新しく来て順応した人と比べると、もともと住んでいた人々は、生まれた時から酸素供給がうまい。肺活量は前年代で大きく、運動能力も高い。チベット人は他の高知民族よりも脳血流が多く、ヘモグロビンの濃度が少なく、慢性高山病の影響が少ない。これらの適応は、 彼らの高知での生活の長い歴史を反映していると考えられる。高知の定住者は全体の死亡率がかなり低い。この傾向の一つの例外は、高知の人々は統計的に自殺率がかなり高いということである。同様の傾向は、拳銃自殺にも拳銃以外での自殺にも見られる。高度と自殺のリスクの相関は、基地の自殺リスク因子である年齢。 性、人種、収入等の可能性を調整しても残っている。また、研究により、睡眠時無呼吸症候群やヘビースモーカーの人の高知での気分障害の増加は見られないことを考えると、酸素濃度は要因ではないと考えられている。自殺リスクの増加の原因は今のところわかっていない。人体は短期及び長期の順応によって高知に適応することができる。 高知では短期的には酸素の不足は頸動脈固定で感知され呼吸の増加を引き起こす。しかし、過換気症候群は呼吸性アルカローシスという副作用も引き起こし、呼吸中枢が必要なだけ呼吸率を上昇させるのを阻害する。呼吸率が上昇しない原因は頸動脈固定の不適切な応答や肺、または腎臓の病気の可能性もある。さらに、 高知では、貧脈になり、一回白質量は減少し、心肺機能と比べて、不必要な身体機能は抑制されるため、食物の消化効率は低下する。しかし、完全な順応には、数日から数週間を要する。体は徐々に、重炭酸塩を人排泄することで、呼吸性アルカローシスを保障し、アルカローシスのリスクなしに、適切な呼吸ができるようになる。 これには、どのような高度でも約4日間かかり、アセタゾラミド等の薬品で促進することができる。最終的に、グルコースの分解量が減るため体の乳酸生成は少なくなり、血小の体積、血液に酸素を多く取り込むため、肺動脈圧は増加する。高知への血液学的に完全な順応は、赤血玉数が頭打ちになり、増加が止まると完成する。要する期間は、 およそ、キロメートル単位の高度に11.4日をかけた、日数になる。例えば、4000メートルの高度に順応するには、45.6日間を、要する。この線形関係の上限高度は、完全には分かっていない。アスリートのパフォーマンスに対して、コーチは2つの相反する影響を及ぼす。瞬発力の必要な競技では、気圧の減少は、 大気からの抵抗が減ることを意味し、パフォーマンスは一般的に向上する。持久力の必要な競技では、酸素の不足により、パフォーマンスは一般的に低下する。スポーツの統括組織もパフォーマンスに与えるコーチの影響を認識しており、例えば国際陸上競技連盟は、標高1000メートルを超える場所での記録は、コーチ記録として、後ろに A を表記している。アスリートは、 高知順応をパフォーマンスの向上に生かすこともできる。人体が高知に対して起こす変化は海面高度でのパフォーマンス向上に貢献する。日本国内では長野県などの自治体が山岳部や高原地帯に運動施設を整備して高知トレーニングを誘致している。しかしアスリートは高知では海面高と同じ強さのトレーニングをできるわけではないので、 常に良い効果があるわけではない。このような問題から、ライブ、ハイ、トレインローとして知られるトレーニング法が考案された。アスリートは、日中の休憩の時間と夜間をコーチで過ごし、低地でトレーニングを行う。1990年代の米国ユタ大学で、ベン・レビン、ジム・ストレイ・アンダーソンらによって行われた一連の研究により、ライブ、ハイ、 トレインロートレーニングを数週間続けたアスリートはかなり良いパフォーマンスを得られることが示された。また別の研究では定地に住みながら高知で何度かトレーニングを行うことで良いパフォーマンスが得られることが示された。高知トレーニングによるパフォーマンス向上効果は赤血球の数の増加、より効率的なトレーニング、または筋肉の生理的変化による可能性がある。 ありがとうございます。